はい。ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。あえっと、非売品情報のね <laughs>、混ぜっかりしたんですけども、えー、っと、まあ、以前ね、あの、あ、じゃあ、まず、あの非売品情報で何かっていうと、非売品ソフトとか非売品グッズとかゲームではあるんですけども、まあ、有名なところで言うと、その、ロットロットとかね、ファミコンのロットロットとかエグゼスエグゼスとかを、まあ、プレイして、 まあ、ある点数を超えてゲームオーバーになると、パスワードが出て、それと応募券を送ると、こう、カセットに貼るね、ラベルがもらえて、そのラベルが、ラベルをね、カセットに貼ってしまっても貼らなくても、こう、結構高額になるってことで、一部のね、界隈では有名で、結構高い取引、高い値段で取引されてたりするんですけども、まあ、そういうのって非売品情報を知ってる知らないの差であって、まあ、ある程度有名になってしまうと、まあ、それもそれで値段が上がるのか、いろんなものがありすぎると、まあ、全体的に下がるのかとか、いろいろあると 思うんでまあとりあえずいろんな情報を出していこうということでやってますが、まあ、今回ねえっ、ー、と以前ねあのスーパーリアルマージャンの扱いをあ話を扱ったんですけども今回もねちょっとそれにつながる話なんですけど今回は、えー、スーパーリアルマージャン4ですねまあ以前お話しした通りスーパーリアルマージャンというのは PC エンジンでまあこうスペシャルとかね ワンツあ、ースリーカスタムとか出てるんだけど、ただ、あの、もともとスーパーリアルマージャンっていうのは、アーケード業務用の方で、まあ普通のマージャン系のゲームがあって、その後、2から、こう、ね、あの、 女の子がが出てきててき脱いいい展開になっていくっくととうころがあったんですけどただそのいわゆる家庭用ゲーム機にこう来た流れっていうのが、まあ、80年代に出てたものがこう90年代にこう家庭用ゲーム機に来たっていう流れの,の後にあのリアルタイムに近い形でアーケードで出たものがすぐにすぐに出てきたのがこの PC エンジンの4カスタムだったりします。 で、この4カスタムだからね、もういきなりカスタマイズされちゃってるんだけど、まあこれがあの PC エンジンでナグザットから出ました。あ、もともとスーパーリアルマージャンはセタが出してたんです。セタが出して作ってて、でまあアーケードだとどっかいろんな会社が出してたんだけど、これに関して言うとカスタムって出てる PC エンジン版は基本的にこうナグザットなんですけども、この P4 をナグザットが出して、でまあこういう、まあ最初 PC エンジンで出て、でその後スーパーハミコンでセタが、 p4 って出してて、まあ、だから、カスタムじゃなくてね、本家のセタが出してるから、まあ、p4 って出て、で、その後、3DO で、やっぱりセタが、えっと、スーパーリアルマージャン、p4、 プラス相性診断っていうことでね、ちょっと追加要素があるやつを出していると。まあこっちもカスタムで言えばカスタムだろうって感じなんですけども、一応こういう展開がありました。で、まずこの PC エンジンのね、スーパーリアルマージャン P4 なんですけども、これで、えっ、ー、と、まあ実際のところね、どういうゲームだったかっていうと、街で見かけたビジ、 え、美麗な雀荘店員は美人でしまいあ、有名な三姉妹ということで。まあ、一応三姉妹のやっている雀荘に行って戦うという設定なわけですね。美人というか、美女美少女の三姉妹が経営する雀荘がある。 そんな噂を聞いて、ぶらりと入ったこの雀荘。なんとバイトを募集中、美少女に囲まれて大好きな麻雀の仕事ができるなんて、こんな美味しい話はない、と思,え思ったまではよかったけれど、え、麻雀で入社テストをするよし、やってやるぜということで、まあ三姉妹の一人ずつ戦っていくんですけども、一応まあ三姉妹こんな感じなんですね。一応、えっ、ー、と、マナユう、香り、 で、マナが15歳、ユウが17歳、で、カオリが19歳なんで、ちょっとね、脱衣麻雀っていうところからいくと、まあ今、 だとだいぶ何か引っかかるんじゃないかなという年齢設定とかがあるんで、まあ、まあ後にねスイッチとかでも移植されたりするんでそこでどうなってるかよくわかんないんだけどまあとりあえずねちょっと年齢的に言うと一番上のお姉さんだけなんじゃないかなまともに扱っていいのはっていう気もするんだけど一応そういうようなあの3姉妹が対戦相手になってるということで。 で、これ、まあ、まあ、別に対戦でね、麻雀がどうとかどうでもいいんですよ。あの、今やりたいのは混、ま、ぜっ返し企画なんで。で、こうやって見てみると、あれカスタム前回ね、以前やったね、スーパーリアル麻雀スペシャルとか、あの、カスタムにはなんかプレゼントがあったはずなんですけども、この P4 カスタムにはね、プレゼント企画がね、見当たらないんですよ。 ね、だからあ,あカスタムなのにダメなのか何もないのかと思うとあのこっちですね数はミの方の P4 こっちカスタムじゃない方ですけどもこっちはどうかっていうとまあマニュアルねまあ設定からすると基本的にね同じかと思うんだけどでもこっちはねまたねあでもこうか出会いは1通の手紙から始まった。 だからなんかただ偶然入った感じじゃないんだよね。あるよく晴れた朝、僕は一通の封筒をポストにの中で見つけた。中に見つけた。封筒の中には手紙と三枚の写真が入っていた。手紙には大人っぽくしっかりした。しかし、明らかに女の子の文字でこう書かれている。遠い親戚であるあなたにいきなりこんな。 手紙を送りつけて申し訳ありません。実はジャンソを経営している父が急な用事で海外へ行かなければならなくなったのです。私たち三姉妹がジャンソを続けるで続けるのですが、何分人手不足。 アルバイト気分でお手伝いしていただけると嬉しいのですけど、そういえば母から聞いたことがある、遠い親戚にこんな、あちょっとおしゃれな雀荘と綺麗な三人の娘がを持つおじさんがいるってことを、早速その雀荘を訪ね、彼女たちに会ってびっくり、写真をもらっていたものの、 自本人たちはその数倍も魅力的な女の子だったのだ。可愛くてワイルドで知性的,的。女の子の魅力的な三つの要素をそのまま形にしたような三姉妹。それぞれの個性に惹かれた僕は軽率な、 軽率かなと思いつつも、とりあえずデートを申し込んでみた。しかし彼女たちから帰ってきたのは、こんな意外な返事だった。いいよ。でも私たちとデートできるのは、麻雀の強い男だけよ。ここで僕はもう一つ大切なことを思い出した。今、海外に行っているおじさんは、とんでもない麻雀好きで、おえー、娘たちにも麻雀の手ほどきをしていったと。 でこことということであのアルバイトやる設定っていうのはあれカスタムだったのかなこれで一応本家の方でこう書かれてるからこっちが正しいんだよなって思ってみるとこっちの3姉妹の設定の方もやっぱ15歳17歳19歳ってね入っていてただあの数はみだからね数はみだからそう,そうは大変なあのねアダルティな感じにはならないんですけども。 で、こっちの方は、まあそ、そんなのはともかくプレゼントですよ。で、こうやって見てみると、最後にここにね、プレゼント企画がありました。はい。何かっていうと、テレホンカードプレゼント。人気者は誰だ アンケートに答えて P4 テレカを当てようということで、まあ人気者だから3人の中で誰がいいかっていうことなんだろうなと思うんですけど、左下の応募券をアンケートはがきに貼って応募してね。だからこのいきなり、あの、ここの説明書のここ切れという話なんですけど、えー、抽選で300名様にオリジナルテレカを差し上げます。テレカのデザインは霞、優、マナの3種類あるけど、当たるのはいずれか1枚だよ。 どの子のテレカが欲しいのかをアンケートハガキに書いて送ってねってことで、抽選で300名って書いてあって、どの子が欲しいかを、 ね、って言って3種類あるけどって言ってるってことはまあ普通に考えたら100枚100枚100枚作ってると思うんだけど人気を見越して先からね150150 150と作ってる場合もあるしよくわかんないんだけど、まあ、とりあえず、まあ、妥当に考えれば100枚100枚100枚かまあ最低限 3, 3つの中の1つは100枚あるだろうっていうねそういう計算が成り立つかと思います。でまあ要するにこの3人のねあのいずれかの、まあ、テレフォンカードが まあ、非売品だと思うんだけど、一応こういう情報がありましたと。で、もしも外れても200名様に、下記のオリジナルグッズも、をプレゼントしちゃうよってあって、で、スタンプ50名様、ポストカードセット100名様、セロテープ50名様ってあるんですね。だから、テレフォンカードは、まあ、全部100、100、100だとしたら、スタンプとかテレフォンカードの方、あ、じゃあ、スタンプとかセロテープの方が、 ちょっと価値がありそう。50名しかね、ないから。ちょっとこれ全体的に非売品かどうか分かんないところはあるんだけど、まあ普通に考えたら、他ではあんま手に入りにくかったって考えると、ちょっと色々気になるところがあるかと思います。だって、普通こういうのって、一番高価なものね、100名様っていうのがあったとしたら、それ以外に外れた人から何名様って、1000名様とかちょっと桁が変わったりするじゃないですか。これ減るんですよ。50とか、100、まあ、100もあるけど。だからちょっとね、どっちに価値が、あの、 今,今から手に入れたら価値があるかってのは分かんないんだけど、とりあえず、テレフォンカードがまあ300枚。3人で300枚だから、もしかしたら100、100、100じゃないかもしれないけど、こういうセット。あと、スタンプとポストカードセットと、まあ、セロテープ、これがそれぞれありましたというふうになっています。で、このスーパーリアルマージャン P4 のスーパーハミコン版なんですけども、これが発売されたのが1994年3月なんですけども、あれ 94年の3月なんですけども、94年の3月でしょで、平成6年ってことは、平成6年って何年だ ?96 年か。平成6年っていうのは、89,90,91,92,93,94。94年か。ということ、あれちょっと待って、94年の3月25日に発売されて、 平成6年の3月末日消印有効あれどういうことだ <laughs> え発売してから、え ?3 日、えちょっと待って。発売してから1週間なかったのこれ消印有効って。えマジ <laughs> ちょっとなかなかヘビーなプレゼントなんで、これ気がついて送った人どんだけいるかわかんないんだけど、ちょっとね、これは、まあ、 まあ多分初回出荷で数万とかね、出てると思うんで、そういう意味では気づいた人いっぱいいるかもしれないけど、ね、どっちかっていうと、後から4月になってからこう買った人たちからすると、なんじゃこりゃーってなってたかもしれないですね。平成6年だよな。平成6年ってことは、多分94年で合ってるよね。えー ちょっとびっくりしました。はい。ということでね、なかなかこう、ヘビーなプレゼント企画がくありました。で、ちなみに 3DO なんですけど、これ 3DO の方は、まあ、これもセタですよ。スーハミと同じでセタなんだけど、これ説明書をね、パーッと見てもね、まあ一応あの、設定としては出会いの、出会いは、 「いつの手紙」から始まっただからあやっぱりこのねフィッと入った店でこうバイトがとかじゃないんだってのは分かるんだけどまあただ相性診断がついてるからなのかあの特にプレゼントはないんですよね。 とということなのでどうやらスーパーリアルマージャンの方に関して言うと PC エンジン、スーハミ、3 d を出てるけど、まあ、スーハミだけが、まあ、脱衣がないにしてもちょっと優遇プレゼント企画が優遇されてたけどもそのプレゼント企画があったのは発売日から約1週間だったっていうところをね、まあ、記憶に留めた上であの誰が好きだったかっていうの分かんないけどテレホンカードをねどんな感じになったかテレホンカードとあと色々グッズがあったことをね一応チェックして あの、興味のある人は、あのそこから深掘りしていただければと思います。はい。ということで、えー、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また、僕に質問とかね、こういう企画やってとか、こういうゲームプレイするといいよっていう方はコメントください。あと、SNS でこの動画の拡散、拡散をよろしくお願いします。以上、サキカンでした。